ハモンイベリコハモンイベリコはスペインのみで作られる黒豚イベリア種の生ハムである。スペインではパタ、ネグラと呼ばれることも多い。スライスしたハモンイベリコスペインエストレマドゥーラ州のデーサ、ハモンとはスペイン語でハム、イベリコとはスペイン語でイベリア半島のという意味である。単独で用いられる場合は例外なくスペイン産で牛肉のような濃やカ色と きめ細かな脂肪が特徴。ハモンイベリコは同じく、スペインで白豚から作られる、ハモンセラーノとは区別される。両者をわかりやすく区別するため、基本的にどちらも歪めをつけたまま出荷される。生産数は、ハモンセラーノより非常に少なく、その飼育にも手間がかけられ、出荷されるまでの熟成期間も長いため、ハモンセラーノよりも希少で高価である。 前足で作られるパレータは脂肪が少なく比較的熟成期間が短い。イベリコ豚の生肉を塩漬けにした後、余分な塩分を洗い流し、気温の低い乾いた場所に約2年から5年ほど吊るして乾燥、熟成させる。主にイベリア半島西部に広がるデーサと呼ばれるオーク、またはコルクの林で放牧されるイベリコ豚は、どんぐりの実などを食べて育つ。 サラマンカ県のギフエロさん、ウエルバ県のハブーゴさん、エストレマドゥーラ州さん、コルドバ県のペドロチェスさんが、ハモンイベリコの四大産地として知られている。ドングリを主体に育った豚の中で認可を得たものだけが、ハモンデベジョータイベリコと名付けられ、味、品質ともにより優れているとされる。放牧だけでなく体重増加を補うため自然飼料も与えられた豚は、 セボでカンポとなり生ハムでの表記は、ハモンでセボで、カンポイベリコとなる。どんぐりを一度も食べなかったイベリコ豚は、セボと呼ばれ、ハムも同様に、ハモンでセボイベリコとして出荷される。イベリコを名乗る際、求められるのは、純血度が50%以上であることと、規定されている。現在セントの純血を守っているのは、極わずかのメーカーに限られるが、そのこと自体が、 生ハムのクオリティを証明する事実とはなっていない。しかしながら、特にベジョータの場合に、限り100%の血統であれば、ハモンデベオタ100%イベリコの名称と黒色のタグを付与して表示することが許される。ありがとうございます。